日本ではさまざまな人権問題の課題がたくさんあると思うんですけども、もし代表になられたらどのような取り組みを具体的にしたいと思っているのかお答えいただきたいと思います。はい、人権問題についての考えをというご質問いただきました。1番目の候補お願いします。私は1番でございます。私はヘイトスピーチに対していろんな論考を発表してまいりましたが、今のヘイトスピーチ解消法等々についてはいわゆる日本国内以外の出身の方についてのヘイトスピーチ人権問題についてはある程度の効果あるんですけれども、今ですね、一番僕非常に大きな人権問題は沖縄に対してだと思いますよ。沖縄の基地反対する、うわーこれなんか反日パイクなんじゃないの、ケラケラね、冷笑して、これ本当に土下座って何なんですか、土下座の定義って何なんですか分かんないんでしょみたいな、これが報道だとかって言ってる、それをやってるバカが東京にはいっぱいいるんですよ。私がこれ非常に大きな人権問題だと思うのはね、沖縄の人と同じ日本人じゃないですか、同じ日本人いじめてバカにして最大の人権問題でしょ。私は党首になったらこれをまず、差別されてる人権問題は日本国外だけじゃないんだよって話です。以上です。令和新選組代表選挙、皆様からのご質問に答えております。2番目の候補者お願いします。はい、大石です。ご質問ありがとうございました。今話の分かる右翼古谷さんが差別という、社会でマイノリティにさせられている少数にさせられている方の差別ということを人権問題取り上げてくれて本当に良かったなって嬉しいなと思います。で、私はその人権って考えた時、もう皆さんが人権侵害されていませんか。不当に消費税バンバンに上げられて、金持ちは減税されて、で庶民の暮らしがどんどん貧しくさせられ、雇用も不安定、これ人権侵害以外の何者でもないだろうということで、だから人権侵害との戦いとかそんなんすんなよっていうのは、もう私ほぼ全員の戦いだと思ってるんです。だから令和新選組は特殊な人権というより、もう私たちあなたの人権が侵害されている、その理不尽の最前線に立ち、そういう上級国民と戦ってみんなで豊かな社会を勝ち取ろうと、消費税廃止、給付金などを訴えています。令和新選組代表選挙、続いての候補お願いします。はい、山本太郎です。この国に人権なんて事実上ないような状態だってことは皆さんご存知でしょ。人権があるんだったらどうして子どもの7人に1人が貧困なんですか。どうして沖縄の子どもたちは 4.5 人に1人が貧困なんですか。沖縄には今人権という問題があると、古谷さんおっしゃったその通りですよ。米軍がアメリカではできない訓練を日本では超低空で行うことだってできるし、犯罪を犯したって裁かれないし、国内法では米軍が望めばどこにだって基地を作れる、だから北方領土も帰ってこない、そんな国なんですよ。それだけじゃない、今大石さんがおっしゃった、もうすでに人権侵害で溢れてるじゃないかって。過労死、これスタンダードでしょ。死ぬまで働け、定額でみたいな、さらにこれを雇用を流動化させたりとか、不安定な働き方を増やしていくって、誰のために、資本家のためにだって、このあまたある人権侵害と徹底的に戦っていく。まずは徹底した積極財政で人々の生活を底上げし、安定した労働環境を作っていく、それが令和新選組です。ありがとうございます。令和新選組